結局ね、みんながね、描いてるね、漫画を描いていたんじゃ、その人のいわゆるイミテーションでしかないわけだよ。だから、やっぱり自分で描くからにはね、誰にも真似できない、誰も描かないね、ものを描きたいっていう気持ちがすごく強かったです。ですからね、主人公も一人じゃつまんないよ。今、たぶん散々出てきてるんだから、それから二人の主人公もありなんだ。三つ子ももしかしたらあるかもしれない。だからいっそのことね、もう主人公がたくさん出てくる漫画やっちゃえって。ちょうどその頃ね、僕は映画マニアでね、映画が大好き人間だったんで、昔見たね映画のね、一ダンスなら安くなるっていうね、内容をねあんまりよく覚えてないんだけどね、子供が12人いるんだよ一ダンスでね。子供がいるとそれだけね、家計が楽だぜみたいなね、なんかそんな喜劇だったな。でそれがね、なんとなく頭に浮かんで、よし、主人公に12人で行こうっていう。ところが、コマに入りきれない。でそれで、むつごにしようっていうわけでね。
その時に六つ子主人公に考えたんですけど、それにも意味があってね、結局いろいろ考えてみると、その当時世界中でまだ六つ子っていう、実際にね、六つ子がまだ生まれてない時代だったしね、それと逆に日本がね、だん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 子供が少なくなってくる時期に入っていたんだ。それで兄弟がたくさんいたらね、面白いね、家庭を書いて、で読者もそれを見てファンレターくれたんですよ。で、僕の家はね、兄弟が少なくて寂しいですって、羨ましいですって。そうですね、おそ松くんが昭和37年かな。それまでまだ21歳の時にプロになって、なんとかもプロとしてやっていきたいなと思いながら、もう一生懸命漫画描いていながら、やっと連載がね、見つかったっていうのが昭和37年なんですね。